出てる杭を打つ側に回らないようにするっていうことがすごく重要なポイントで、飲食店集客万歳ということで、今日も榎本貴之が飲食店の集客についての話をしていきたいと思います。今日はですね、僕これちょっとどうしても話をしておかなければいけない話があるんで、その話をしていきたいと思っています。ね、今日は2月1日ね、あっという間の2月1日で1ヶ月が終了しましたが、1ヶ月を振り返っていかがですかね。思う存分自分の実力、力を発揮できた1月1ヶ月間だったですかね。この1ヶ月が過ぎて、また2ヶ月が過ぎて、半年が過ぎて、あっという間に1年が過ぎるっていうことをね、また今年も感じるのかななんて思ってますのでね、ぜひ今月は2月1日、今日の日はですね、ぜひ1ヶ月の振り返りをしていただいて、改善点っていうのを見つけて、その改善点をもとに2月も、ね、減速しないように、加速できるようにぜひ張り切って、まあ、自分に言い聞かせてるようなことですけどもね。というわけで今日の本題に入っていきたいと思います。まあ、僕ね、この話するのね、あんまりしたくない話なんですよ。この話あんまりしたくない話なんですけど、しないといけない話なんで、しようと思います。で、なんで僕があんまりこんな話をしたくないかっていうと、結構飲食店の経営者の方にこの話をすると怒られるんですよね。そんなことあるかっていうか、あるいは聞いた方がね、飲食店の経営者での中で聞いた方がこう気分を害するっていうことが割と多くある話なんで、僕あんまりこの話、したくないんですけども、でもすごく重要な話なんで、今日は経営者の方に分かっておいてもらいたいことっていうのを、まあ言いたくないですけども話をしていきたいと思います。まあ、どんな話かっていうとですね、まあ、僕はね、社員10人アルバイト90人で、90% アルバイトのスタッフをバイト率社員率で、こうやってきている中で、やっぱりアルバイト、まあ、もちろん社員のスタッフもすごく大事なんですけども、でもアルバイトスタッフも大事だっていうことね。で、そこでアルバイトスタッフに活躍してもらわないとその形って、うまくいかないんですけども、まあ、アルバイトスタッフを活用する、活用というのは力をね、最大限発揮してもらうためにすごく重要なポイント、その経営者側のポイントっていうのがあって、これはまあちょっと以前にも話をしたことあるとは思うんですけども、まあバイトだからこれをやらせるとか、バイトだからこれをやらせないっていうことをなるべくなくした方がいいと僕は思ってるんですよ。当然その社員とアルバイトって、まあ、社員の方が、まあ、時間が長いので、その分本当に頼りになるっていう部分はあるんですけども、まあ、その時間差っていうのはちょっと置いとくと、まあ、アルバイトだろうができるもんはできる、できないもんはできないっていうこと、ほとんどの場合のことが、まあ、学生のアルバイトの子にもできるんですよ、ちゃんと教えれば。だけど教えないからできるようにならないし、できないと思ってるからできるようにならないですよね。それはもう経営者こっち側の勝手に線引きをしてるから、限界を決めてるからって、そういうことが起こるんですけども、それはね、意識の部分なんですよ。できないだろうって思ってるから教えないとか。で、この裏側にすごく厄介な無意識の力が働いているんですね。経営者のすごく厄介な力が働いているんですよ。でこの話をすると、それが当てはまる経営者の方は結構気分を悪くすることが多いので、だから僕はあんまり言いたくない話なんですね。で、じゃあそれ何なのかっていうと、その自分が、自分しかできないことっていうのがあるからこそ、自分は社長でいられるとか経営者でいられるとか、あるいはそのチームの中のリーダーをできる、リーダーシップ発揮できるっていうふうに思っている方、あるいは無意識で思っている方が多いんですね。だから、このなんていうのかな、言葉で説明すると、まあ出る杭は打たれるっていう言葉ありますよね。出る杭は打たれる。で、その出る杭は打たれるって、出る杭はアルバイトの子なんだけど、その打たれるっていう、その打ってる側が経営者だったり店主だったりするっていうことがあるわけですよ。なんでかっていうと、自分の実力に追いつかれて、自分を、まあそんなことあるわけないって意識では思ってるんだけど、無意識で自分が追い抜かれちゃったらどうしようっていうところがあるんですよね。っていうのは、逆に言うと完全にスタッフに対してはマウント
を取っておきたい。これマウントって最近ねよく使う言葉なんで、まあ、どういう意味かよく分かってらっしゃると思うけど、まあ、例えば格闘技の世界で馬乗りの状態でマウントポジションって言って完全なる優位性のあるポジションを取るっていうこと、あるいはその、まあ、動物の世界でもこうね馬乗りになって相手を完全にこう支配下に置くっていうのをマウンティングっていうわけですけども、そういった状態を無意識で求めてしまうんですね。でこれがむちゃくちゃ厄介なわけですよ。だ例えばまた別の角度からの言葉で言うと、高校生のアルバイト大学生のアルバイトが半年とかで調理ができるようになるぐらいまでのプログラミングって絶対に作れると思うんですよ。でなんでかっていうと、やっぱり若い子の方が覚えが早いし、若い子の方が体力あるし、若い子の方が運動神経がいいので、作業としてね、まあ、味覚を鍛えるとかっていうことも当然必要なものはそうなんだけど、でもしっかりそこのレシピを決めて教えてトレーニングさせれば絶対に、まあ、僕53歳の僕よりも仕事できるようになるんですよ。でも僕は例えば本当に調理のことで言ったらば、もう何十年も調理場に入って、で最初こうね先輩から蹴られたりとか罵声を浴びせられたりとかっていうような中で必死に調理の技術とかって身につけたりして、もう30年かけて身につけたものを今僕が持っているものを、この経験者だからこそ余計なことを引き算して必要なことだけに凝縮して、でそのことを丁寧に教えてあげれば、僕の30年の経験っていうのを学生の子だったら下手すら3ヶ月とか半年とか1年で僕のことを超えるぐらいまで、超えられない部分もあるけれども、例えば作業スピードとかだったら超えられるところまで、クオリティ&スピードで言ったら超えられるところまで行くんですよ。でそうするとね、何が起こるかっていうと、その自分だけができる30年かけて築き上げてきた価値のあるものっていうのが、バイトが6ヶ月でも習得できるものに切り替わっちゃうんですよね。そうすると僕のセルフイメージというか自己重要感っていうのが打ち消されてしまう。でそれが嫌で、これは顕在的か潜在的かどっちもなんですけども、多くの場合は無意識、潜在的な部分、無意識のところで自分が抜かれるっていうこと、何にしようですよ、マネジメントとか調理とか接客とかいろんな作業があるんだけど、何にしてでも自分が抜かれることを無意識で嫌がる、あるいは恐怖を感じるっていうことなんで、スタッフを自分を超えるだけの最高のトレーニングっていうのをしたがらないっていうね、一番厄介な問題があるんですよね。でそれにぜひね気がついてもらって、そこをクリアをしてもらいたいんですね。言ったらば、自分より仕事ができる人が大勢集まっていれば、それ最高なわけですよね。自分が一人でやるよりも、自分が一人でやるよりも自分が何人もいてくれればいいなって思うことってあると思うんですけども、それよりも自分よりもっと能力のある人、力のある人、スキルのある人っていうのが周りにいっぱいいてくれたら、それは自分は必ず豊かになれますよね、今以上に。それが理想なはずなんだけど、それを無意識では拒否するっていうのが一番厄介なポイントなんですね。でそこの部分に気づいて、そこをちょっと変革しようって思わないと、結局スタッフトレーニングって進んでいかないんですよね。だから自分が出ている杭は打たれるっていうことわざの中の打つ側に、出ている杭を打つ側に回らないようにするっていうことがすごく重要なポイントで、アンドリュー・カーネギーの墓石に書いてある言葉って聞いたことある人いると思うんですけども、アンドリュー・カーネギーの墓石に何て書かれているかっていうと、己よりも優れたものに働いてもらう方法を知る男ここに眠る。もう一回言いますね。己よりも優れたものに働いてもらう方法を知る男ここに眠るっていう、これがね、やっぱりこう飲食店を経営してチームで営業していく中で、いかに自分よりも能力の高い人に仕事してもらうか、そして自分より能力の高い人を育てていくかっていうところがすごく大きなポイントになりますので、ぜひなんとなくちょっと心が痛いと思って自覚のある方は、そこから修正をかけていくっていうことを意識してもらえればなというふうに思います。
というわけで、飲食店集客万歳ということで、今日も榎本が、高木がお送りいたしました。YouTube ご覧の方は、高評価、そしてチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。